明日の気温情報をお伝えします。また服装予報も見ていきましょう。29日金曜日、高気圧に覆われて西日本や東日本を中心に広く日差しが届いていきます。こちらは20度前後まで気温の上がるところが多く、昼間は過ごしやすい体感となりそうです。北日本でも日差しがだんだんと届いていきます。昼間はこの時期らしい体感となりますが、肌寒さも感じられるところがありそうです。全国的に最低気温10度前後ですね。北日本は1桁となるところも多くなり、寒い体感となりそうです。昼間と朝晩との気温の変化が大きくなりますのでご注意ください。服装と気温の関係を見ていきます。20度前後の気温、最高気温となりますが、昼間の時間帯は薄手の羽織るもの、カーディガンなどがあると良さそうです。ただ朝晩に関しては上着、秋物のコートなども活躍しそうですね。北日本に関しては冬物のコートがあると安心です。ではここからはお天気アプリウェザーニュースから服装予報をチェックしていきましょう。こちらの画面からまずは場所を選んでいきたいと思います。都道府県を選択。今日は関東地方、東京付近を注目していきましょう。東京、さらにエリアを詳しく千代田区を設定してみたいと思います。気になる明日どんな服装をしたらよいのか、予想したい日、明日を選びましょう。そうしますとこちらで、昼間の時間帯はカーディガン、そして朝晩は厚手のセーターという表示になっています。朝とまた昼でこのように服装も変化していきます。その様子まで確認いただけますので、とてもお役立ていただけるんじゃないかなと思います。またこの現在地のお天気も詳しくご確認いただけますので、ぜひ参考にしてみてください。